はい、それではブラームス交響曲第2番第1楽章3回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、156小節目からの解説とさせていただきます。はい、まずそのピッチカードなんですけれども、ま、あのポジション取りはほとんど問題ないとは思うんですけれども、ま、あの特にあの、その後に、ギス、アー、ゲーとかっていうこのフレーズが出てくると思うんですけれども、ま、こちらを今取っていただいたみたいに、ま、あの冷線をなるべく使って押さえていただくことをお勧めします。ま、こちらでも構わないんですけれども、ま、あの特にあの、第2、第3の中間ポジションとか、ま、第3ポジションとかというこのポジションを、使うっていうことが、まあ、頻繁にありますので、まあ、こういうところでなるべく慣れるようにここのポジションをあえて使っていくというそういう練習を、進めていただけたらと思います。はい、そしてずっとピチカートが続きまして、ずっと進みまして177からのアルコになるんですけれども、まずここはの、1カッコと2カッコの分岐点なんですけれども、ここをあの弓順をどうするかなんですけれども、まず、その手前の A、 こちらを、ダウンで入っていただいて1カッコのになったところの A をアップにしていただけたらと思います。まあ、そうすると183小節目からの、フレーズがあのクレッシェント、デクレッシェント、この、形があるんですけれども、ここを、アップから入ってもらって、そして、この、3拍目の D で、ダウンに変えて、まあ、このように、弓順をしていただけたらと思います。ただ、今の弓順です と、繰り返し1カッコに入った場合 の、 この繰り返しの戻りの、2小節目になるところがまたここが A になります。で、A がここはまたダウンになりますので、次の弓順をどうするかってなれるんですけれども、まず、先ほどやったようにこのようにまたあえてもう一回ダウンに戻すという方法もありますし、あるいは、186小節目のこの、2拍目3拍目を使ってこのようにそこだけ、アップであえて返して、そこでまた辻褄を合わすというそういう方法もありますので、まあ、どちらかやりやすい方を選択していただけたらと思います。はい、そして、2括弧の入った部分はもうそのままもう、先ほどあの述べたようにあの2小節前のこの A をダウンで入っていただいて、であとはもう同じようにアップで入っていただければ問題ありません。で、その、これは180、から182のアフタクトからの、まあ、このフレーズがあるんですけども、これをダウンで弾いていただいて、あとはピアノにのアームの場所に入っていただけたらと思います。で、7小節間ありますので、ここはもうあの1回だけ返して、あのすればもう弓順は問題ありません。で、その後、190から先の、191、この6小節間の D の伸ばしも、もうあの1回だけ3小節単位で返せば問題ありません。そして、その次なんですけれども、197。ここはもう、すべてもここはもうオーソドックスに、ゲーセンを使っていただいて、最後のこの弦なんですけど、解放って使っていただいても構いませんし、あるいは、まあ、あえて押さえていただいても、こうやって押さえていただいても構いません。で、まあ、その次の小節がこの F が来てますので、まあ、跳躍に自信がないという方はもう、もちろんこちらの解放で取っていただいて構いません。そして、その201なんですけれども、で同じポジションで、取れば問題ありません。で、最初は第6ポジションで、第5ポジションで、第4ポジションですね。そしてあと最後の、204小節目はもうそのままもう第2ポジションで取ってください。そしてその後の、フレーズも出てくるんですけれども、ここも第2ポジションで取れます。はい、そして、次212からなんですけれども、ここはた弓順なんですけれども、ここは今弓順でやってましたけれども、あるいはもう、うまくそのフレーズで、合わせたいという場合は、最初のこの小節がこれを、ダウンアップアップという形にしていただいても構いません。で、ポジションは
まあ、こちらは第2ポジションで同じで取っていただいて、あとはその残りの2小節はもう全て、ゲーセンで取っていただいて問題ありません。そして、次のポイントが216小節目なんですけれども、ここまず最初の A がありますけれども、ついつい第1ポジションに戻りがちなんですけれども、ここはそうではなくて、アーセンの第4ポジションですね。この D まで同じポジションで取ってください。そして、その2拍目の裏の C があるんですけれども、ここを第5ポジションの D 線に移っていただいて、で、ここまで A まで同じポジションで取ります。そしてそのままポジションは変えずに、その次の小節も C も同じポジションで取ります。そのまま全て D 線を使って、このように戻ります。ここまでもう一度演奏しますけれども。このように戻ります。で、その次の218以降はもうそのままハーフポジションから第一ポジションを中心としたポジションで、そして、最後の3拍目の C、A が出てくるんですけれども、ここを第3ポジションで取って、で、その次の220、ここの D をまた、第4ポジションに移って、ここまでよろしいでしょうか。まあ、この、今出てきたディス、A、そして、ディス、ハー、これも全て同じポジションで横で取れば問題ありません。そして、最後も、もう第4ポジションで取ります。はい、ここまでよろしいでしょうか。今日はこんなところに至ります。で、今のところなんですけれども、218、219の部分は、今説明したポジション以外にも、様々なポジションが考えられます。まあ、D 線やアーセンを、中心としたこちらのポジションも考えられますので、まあ、いろいろ試してみて、皆さんのやりやすいポジションを考えていただけたらと思います。はい。第一楽章3回目の解説は以上になります。ではまた次回。